上空に強い寒気が流れ込んだ影響で札幌は強い雪が降り続き、24時間に降った雪の量は60センチと、1999年の統計開始以来最多となりました。札幌では昨日午後1時に1メートル33センチの積雪を観測しました。1メートルを超えたのは2014年3月以来8年ぶりです。 また札幌で昨日午後2時までの24時間に降った雪の量は60センチと統計開始以来最多となりました。いや久しぶりですよねこんなに雪降るの石狩空らちシル地方では明日朝までに多いところで20センチの降雪が予想されています。 大雪の影響で JR は除雪作業が間に合わず特急や快速エアポートなど合わせて659本が運休となりました。